はい、雨がって感じ、まあ、実際には降ってないんですけど、今日も室内からお送りしております。都知事選挙、昨日行われまして、無事というか、想像の斜め上行くぐらいに大差ついちゃいましたね。はっはっはって感じなんですけど、まあ、それはいいや。あの、皆さん見ました？あの、開票開始直後に速報出ましたよね、当確。マジかって。もうちょっと頑張れよ、ね。宇都宮とか山本とかさ、ね。桜井とかさ、ね。立花とかさ、もうちょっと頑張れよ。と言いたいけど、立花と桜井が割と検討したかなと思ってます、私はね。皆さんはちゃんと投票行きましたでしょうか。で、とあるニュースだと、5時現在、昨日のね、で、投票率が3割だ、低いぞっていうニュースが出てました。でね、終わってみれば5割超えてたわけですよ。うん、まあ、高いから低いからやっぱ低いよ。低いけど、ね、3割で騒いでたけどさ、考えてみなよ。今、ディスタンス、コロナ言ってんだもん。私もそうだけどさ、あの、危機としてみんな期日前投票行くじゃん。ただ思ったのは、だから50% だったとしてだよ。で、もし 30% がちょっとの増えて、それでも4割いかないよね、もうその時間だったらね。3割5分とかだったらするじゃん。したら 15% ぐらいが期日前投票で乗っかった票ってことだよ。すっげえって思わない？まあ、1200万人としてだよ。180万人ぐらいが期日前投票しているってことだよね。いやー、すごいもんだなぁと。コロナのパワーって言っちゃダメだけどさ、すごいなと思いました。で、実際の票数はまあ、見ていただければわかると思うので、脇に置きますが、もう大差って感じで、小池さんの圧勝でしたね。はい。で、その圧勝を受けて、とある方がこんなツイートをしてました。前半だけ読みます。誰かは、まあ言うまでもないか。皆様、よく頑張りました。宇都宮に山本足して、小池、小野に7対3。初回でこの点数なら、十分ひっくり返せる。4年後の逆転勝利を目指そう。何かスキャンダルがあって、意外と早くチャンスが来るかもしれません。だそうです。今回ダメだったら次回もダメだよ。今回ダメだったら次回もダメですよ。ね。いや、それで勝てると思うあたりが頭湧いてるなって思うよね。いや、あの、小池さんが優退して別の候補が立てばチャンスがあるかもって思うけど、もし小池さんがまた立ったら、まあ今回の結果がそのまま繰り返されるんじゃないと思うね。うん、勘違いしてほしくないのじゃないな。あの、皆さんご存知ですかね。小池さん陣営は選挙活動実はほぼしておりません。せいぜい、あの、掲示板にポスター貼ったぐらいです。山本がさ、1億7000万円も使ったよ選挙でって言ったじゃん。多分小池さんの方が安いぜ。だって、いや、行政に追われてたのはもちろんなんだけど、行政で会見してる方がよっぽど選挙の票になるんだもん。今日これだけコロナが、患者が出てるんです。皆さん注意してくださいって言うだけでも、ああ、今の都知事頑張ってんなって印象が多少なりともつくわけよ。それで、本当はアラート立てろとかって私これで文句言ってたけど、にしたってちゃんと会見やって、数字把握して、注意喚起してるんだもん。仕事してるようにしか見えないよね。仕事してるかどうか知らんけど、仕事してるようには見えるように少なくてもね。で、それと、選挙活動で、まあ、どっかの YouTuber みたいにコロナ風邪だって言ってるとかさ、あれは一番逆だと思うけど、ね？そんなこと言ってる奴らがさ、ね、あの、実績、あの、小池さんに、あの、公約を確かにゼロだった。公約の達成はゼロだったかもしれないけど、実績がないとは言わんよ。一応、知事としてやってきた期間の、それなりのことはやってきたと思うし、逆に、あの、それなりにこう、淡々とやってきた感、あの、何もしなかった感っていう言えばいいかな。まあ、築地とかどこでもないことあったけどさ、豊洲とかどこでもないことあったけど、置いといて、そういうインパクトの強いところはあったけど、でも、何のかんの言って乗り切ってきたんだから、そこは評価するよって感じだよね。だから、その評価を、これだけ世間がこう混乱してるんだから、覆すすべはいくらでもあったはずなのに、まっとうに挑まなかったその他大勢。悲しいかなって感じ。うん、いや、逆に言うと、まっとうに
宇都宮とかが挑まなかったから、山本とかが挑まなかったから、桜井が GI 万遍も取っちまうんだよ。取っちまうんだよって言って悪いけどさ、俺検討したよってさっき言ったけどさ、実際検討したと思うぞ俺は。うん、びっくりしたもん。あ、お、あれ、いや、2、3万秒いけばいいかなと思ってたのが14万だよ。びっくりしちゃった。ああ、入るんだなと思ったよね。うん。皆さんはどこに入れましたかね。で、さっき言いました。ここでやってて、覆せる点差だって答えてるこの、なんたら石井さんって言っちゃった。この人のようにね、頭がお花畑になっているような考え方は、もうペイペイってやって、聞く耳を持たずバジ同封で放置するのが一番いいと思います。反応しちゃうのはね、私みたいに反応しちゃうのはいけないんだと思ってるんだけど、反応せずにはいられないっていうね、これはね、まあ、私もネタ用意って自覚あるから、いいよ。普通の皆さん、これをご覧になっている皆さんは、反応せずに、私が反応するのを任せて、うんうんって言っててくれるだけでいいと思いますので、よろしくお願いして一本目としてやります。ありがとうございました。